岡部誠とは、地方競馬の名古屋競馬場、藤ヶ崎和と旧社所属の騎手である。1994年9月29日に、地方競馬の騎士免許を初めて取得。同年10月16日の名古屋競馬第1競争にて吉高クイーンで、初騎乗し7着。続く、第2競争で、セルリアンフェアリに騎乗し初勝利を挙げる。 1999年4月10日に、中京競馬場で行われたアザミ賞にてスマイルマドンナで JRA 初起乗。16番人気で11着となる。2004年4月17日、阪神競馬場で行われた第8競争を、ゲイリーファントムで制し JRA 初勝利を挙げる。この年は155勝を挙げ、初の名古屋競馬リーディングジョッキーとなる。2005年、 東海ステークスで三脇サイレンスに起場し、JRA 重賞初起場を果たし14着となる。2006年1月30日、名古屋競馬第5競争をマウタンで逃げ切り優勝し、8190戦目で地方競馬通算戦勝達成。2011年菊花賞2007年、高松宮記念でモンローブロンドに起場し、ジョギー競争初起場となったが、 再開18着となる。同年5月31日からマカオに短期免許で遠征。6月23日に遠征21戦目にしてマカオ初勝利を挙げ。6月30日にはマカオスター・オブ・ザ・サンド・ステークスを12頭立て、最低人気だった IAM フェーマスで制し、遠征2勝目がマカオ重賞初勝利となった。現地では9月1日までし、 合計7勝を挙げた。2008年6月6日、秘書は押し入で、東海ダービー初制覇。2010年9月15日、名古屋競馬第5競争にて、地方競馬通算2000勝を達成。2011年10月23日、第72回菊花賞に、JRA 所属場に起場し、中央競馬8大競争に初起場した。2012年11月22日、 笠松競馬第10競争にて、地方競馬通算2500勝を達成。2019年2月28日の名古屋競馬で1日8勝の地方競馬新記録を達成した。また、前日27日の第12競争からの8機場機会連続勝利も、同日に合わせて記録している。2020年10月14日、第15回名古屋競馬2日目第12競争で勝利し、 22,052戦目で地方競馬通算4戦勝を達成した。地方競馬史上12人目の記録だった。ありがとうございます。